三菱 HC キャピタル株式会社は、東京都千代田区丸の内に本社を置く大手、総合リース会社。三菱グループの中核リース会社である。東京証券取引所市場第一部上場。会社発足時からの経緯で、三菱広報委員会及び緑会の会員企業である。コーポレートスローガンは、Voyager to the Frontier。2007年4月にダイヤモンドリース株式会社と UFJ セントラルリース株式会社がリース業界大型再編の先陣を切って合併し、三菱 UFJ リースが誕生した。合併により規模が国内トップクラスのリース会社となっている。三菱商事、三菱 UFJ フィナンシャルグループとの密な連携と土地建物リースや PFI 事業の取り扱いに強みを有する。また、近年、欧米の航空機リース関連企業を相次いで買収し、海外収益が高いのも強みである。合併と同時期に本社所在地を東京駅直結の新丸の内ビルディングに置き、社員の大半が同ビルで勤務している。2016年現在、三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、三菱 UFJ 証券ホールディングス、三菱 UFJ ニコスと共に、持ち株会社、三菱 UFJ フィナンシャルグループを構成する、主要中核5社であるが、他の4社は、持ち株会社傘下の非上場連結子会社であるのに、対し、当社は上場を維持し、かつ子会社ではない。そして、株式会社、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三菱商事株式会社の持ち分法適用関連会社である。なお、旧東京銀行系列の東銀リースは2016年現在も、そのまま別会社として存在し業界10位の規模、旧日本信販系の日本ビジネスリースは、日立キャピタルにより子会社化している。2016年5月13日、日立キャピタルとの資本業務提携を行うことを合意し、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三菱東京 UFJ 銀行、日立製作所、日立キャピタルとの間で、金融プラットフォーム構築を目的とした、業務提携への合意に至ったことを発表した。2020年9月24日、臨時株主総会の決議承認を経て、2021年4月1日に、日立キャピタルを吸収合併し、経営統合をすることを発表。統合後、三菱 HC キャピタル株式会社へ称号変更した。三菱 UFJ リース時代は三菱 UFJ フィナンシャルグループのロゴマークを使用していたが、三菱 HC キャピタル発足後は三菱グループ共通の赤い3ダイヤに変えている。日立キャピタルは日産コンツェルンを起源とする日立、日産系の企業で構成される春光懇話会に所属していたため、この合併によって、日立キャピタルから引き継ぐ形で、同企業グループにも所属するようになった。また、当社のグループ会社のうち、旧日立キャピタル系の5社も、春光懇話会の会員企業である。合併に伴って、旧日立キャピタルのグループ会社も、当社グループに合流され、2021年7月以降、旧日立キャピタル系を中心に、称号変更が行われている。欧州、米州、中華圏、アジア、オセアニア。ありがとうございます。